映画の日やっぱ混んでるな二つ並んで撮られてる席が多いなこういう席は大概カップルだろうから隣は避けた方がいいって経験則で分かってる最前列でポツンと一つだけ確保されてる席経験則で予想すると二十歳から十四歳くらいの映画好き女子彼氏ない歴三年 他人と意見が合わなくてイライラする場合があるから一人で見に来る派あのすいません私たちの間に飲み物置いてらっしゃいましたよね私映画に夢中で間違えて一口飲んじゃいました本当にごめんなさい 全然気づかなかなったですよ。それにしても同じ場面で2人とも泣いてましたよねそうポチと再会するところですよねあそこで累戦崩壊しちゃいましたああわかりますよかったらこの後コーヒーどうですか映画について語りましょうよ賛成劇場出たところにスタバありましたよね 妄想とかバカにされることが多いけど俺は自分の未来を見通す力を信じてる見たか頭で描いてたことの一セ90%あとはちゃんと俺の隣かどうかだけだマリりゼロじゃなくて普通のコーナーにしちゃった何や酒これよ ビール XL で俺はまだ諦めていないあの子はともかくして実際にどんな人が座るかその結論は出ていないもうどうでもいいけどさおじさんそれ俺のビール